ウェンガーはかつてスイスに存在したナイフ製造会社であるビクトリノックスと並ぶスイスアーミーナイフの二大メーカーの一つだった1893年ドレモンにテオ・ウェンガーにより創業された1897年にスイス軍に正式採用され1994年当時年間2万500個を納入していた赤い強化プラスチック樹脂製のハンドルが トレードマークのスイスアーミーナイフは第二次世界大戦では壊れた無線機を修理し窮地を脱した銃器を修理し機器を免れたなどの逸話が多く生まれた。しかしスイス陸軍に正規採用されていた軍用モデルは最低限の機能を集約したアルミハンドルのシンプルなモデルであった。早や工具部分はステンレス構成であった。 ビクトリノックスとエンガーの製品はほとんど同じだったが、ハンドルの十字のロゴの形が異なっていた。1994年当時最大多機能モデルは32機能であったが、技術的には100機能まで可能であった。世界138カ国で愛用され、日本に最初に輸入されたのは1965年である。1987年当時には日産1万個を超えていた。 1994年当時は日産2万5千個であった。スイスの土産物の定番商品であったが、1990年代からテロ対策が強化され、ナイフが飛行機に持ち込めなくなると観光客向け需要が減り、経営が傾いてきた。結局、2005年4月25日、ライバルのビクトリノックスに合併されて消滅した。 ビル・クリントンアメリカ合衆国大統領は1992年の大統領当選祝いに送られて以来のファンである。クリントンが左利きであったため、この送られたモデルは左利き用であった。購入から何年経過していても無料修理していた。5年保証を謳っていたが、実際には30年間交換部品を完全に保存し、実際には永久保証も同じであった。 またハサミのバネは300万回の疲労試験に耐える特殊機構を備えているなどの工夫から滅多に壊れず修理はせいぜい5から6個だったというありがとうございます。